月曜日です。曇ってます。エレベーター押してると思ったら押してなかった。リアルの流儀へようこそ。こちらは常に体調不良で異常に心配性な50歳主婦の波乱万丈なおしゃべり Vlog チャンネルとなっております。パジャマでそのまま出かけます。普段着で作るパジャマコーデ、活躍する時が来ました。今日洗濯しようと思ってるんで、このまま出かけたいと思います。あのパジャマに見えないようにと思って、お気に入りのこじゃれたバッグと、はい、アクセサリーもつけて行ってみたいと思います。今日は、編集デーに当てたいと思うんですけれども、一日中家で編集してると本当に運動不足になるし、コンプレックス克服にならないから、あの息子のお昼ご飯調達と病院にお金の支払いと、もろもろ銀行巡りとか近所でできること、散歩がてら行こうと思います。成長してる。今までのあらすじを簡単に話しますと、体中血管だらけで年中病院で検査ばかりしておりまして、一難去ってまた一難な日々を送っております。2022年8月末にかかりつけの婦人科でがん検診を受けた際にですね、子宮内膜ポリープが見つかりました。大学病院で手術することになりまして、その過程がまあ大変でした。やっと入院したのがその発見の4ヶ月後。入院当日に説明を受けまして、その説明がまあまあ恐ろしくて、いろいろ考えた末にキャンセルして帰ってきたんですけども、それが2週間前のことでした。今回の反省点いっぱいあるんですけれども、それを次へ生かすために、疲れ切ってしまった体を癒しつつ、そのコンプレックスを克服するため頑張っている最中でございます。とまあ簡単に話しましたけれども、詳しくは過去動画をご覧いただけると助かります。息子寒くないって言ってたけどさ、寒いんですけど、あの人はもうほんまに体温調節ができないっていうか、体感温度どないなってんねん、あの人の。子宮ポリープのオペを大学病院ですることになってたのを中止したんですけども、今後どのようにしていくかっていうのが目星が立ってないので、次のね予約がまた日にちの調整でお電話しますっていうことになってたから、まあ先生にはね、来年にでもしますかって言われてたから、焦ることないわと思って、でね、明日ね、いつもお世話になってた開業医の先生の方に相談に行くことにしました。はい、ということでちょっとね、お昼ご飯食べに行きました。徳島県では子宮内膜ポリープの手術には2泊3日の入院が必須なんだそうです。手術の仕方も割と大掛かりな感じを受けて、まあ、先生はあの簡単なオペですっておっしゃったんですけども、まあ、リスクも聞いてると多いですし、あの患者の私の負担が多くてですね、他府県でね日帰り手術ができる病院があるっていうのは、もう最初にポリープがあるって言われた時点でもうネットで検索してたらいっぱい出てきてたんで、まあ、そういうね病院をこう探してみて、トライするだけしてみますっていうことで帰ってきてたんですね。で、病院が決まったら紹介状を書いてもらうことになっていました。そしてその肝心の病院なんですけれども、探してみるもなかなかこれがうまくいかなくて、もうね様子見ていってもいいのかなと思いかけていまして、まあ悩んでいたので元々の主治医の意見を聞きに行くことにしました。はい、美味しかった。私はお店で食べて、息子のご飯付きのお弁当と、もらうはおかず、息子は夜バイトやし、夜もご飯作らんで済むから編集できます。一度家に戻りまして、それからまた銀行や病院に行きたいと思います。20分の軽い運動と、家を出たり入ったりするという、フットワークを軽くするというミッションです。今日も頑張ってます。お尻の肉をプリプリ、そして足のぷよぷよしたお肉を意識してこう歩いてると、なんかぷよぷよした脂肪がいっぱいついてるのがなんかわかる。歩くたびになんかこうプルンプルンとして、膝の上にお肉が溜まって大変なことになっておりますが、はい、それを削ぎ落とすように歩いていきたいと思います。女子高生に笑われました。 JK に笑われながら頑張る50歳、張り切ってまいりましょう。銀行1軒目行きました。次2軒目、小銭入金したりしてます。こういう用事がないとね、運動できないので。小銭はだってさ、手数料かかるから、これ散歩のついでにちょこまか入金したらお得なんじゃない。運動もできるし無駄じゃないと思う。
体温まってきたわ。これユニクロのねレッグウォーマーなんですけど、めっちゃくちゃあったかいよこれ。汗ばんでくるから、これおすすめ。こんなねしょうもないねことをね、皆さんにお伝えしたいことが山盛りあって、もうこれ全部ね動画に盛り込んでたらすごいことになるんですね。あの濃厚で吐きそうなリアルスタイルの動画を引き続きやっていきたいと思いますんで、皆さんあのお付き合いいただけたらと思います。病院に来たらコーヒーショップとかグッズ見にねプラッと行っちゃうんですよね。まあ行くたびに可愛いバッグとかいっぱいあるんですけど、それを我慢するのが結構辛い。だからって見ないのもつまらんし、ウィンドウショッピングして買ったつもりで帰ってる。今からあの日用品をあのディスカウントショップで買ってお家に帰って編集等々していきたいと思います。汗ばんでもコートも脱いでおります。ええ感じや、運動できとる。皆さんに重大な発表がございます。すいません、いきなりお部屋公開です。普段はこんな風になっております。いや、こっちが普段なのかな、どっちが普段かわかりませんけども、なんと何ヶ月も、いや何年も購入を悩んでおりました。こちらとこちらとそして夫の部屋にもございますディノスのアウトドア折りたたみテーブルと同じテーブル4代目っていうかどうかわからんけど購入いたしました。イエーイ、4つもテーブル買い上がってって感じですけども許せ。ということで今から組み立ててあそこに設置したいと思います。あーめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。購入しちゃった、購入しちゃったよ、どこに置くねんって感じですけども、はい、ついに買ってしまいましたね。ここからはテーブルの組み立てとお片付けのコーナーとアテレコのフリートークのコーナーになっております。今からしばらくあのこれアドリブであの一発撮りでいきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。しどろもどろになるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。と言ってる間にテーブルはどんどん組み立てられておりまして、はい、できました。超簡単、組み立てといっても広げただけ。これめっちゃ便利なんですよ、このテーブル。このリアルの流儀の中で何回紹介したかわかりませんけれども、Amazon でも買えるディノスの、アウトドア用の折りたたみのテーブルなんですけれども、これがねめちゃくちゃ重宝するんですよ。そんでね、なんか知らんけどすっごいやる気が出るんですよね、このテーブル。なんかね、作業スペースが広いからかもしれないんですけど、いっぱい物載せられるし、やる気がなんか知らんけど出るんですよ。で、その模様を皆さんにこれ今お見せしてるとこなんです。いろいろあっちこっちから物をとにかく一箇所に集めてきて、これよくあの断捨離の番組なんかでよく見かけるシーンですけれども、荷物を全部一箇所に集めてそれを整理してこう物を減らしていくっていうね、そういうシーンがありますけども、これはあの捨てるものはございませんが、あの物を整理するだけになってるんですけれども、もう一箇所に固めてくるっていうのは同じですね。片付けるべきものはあの全部一箇所に集めます。これは私あのホテルとかに泊まった時も必ずするんですけど、ベッドの上とかを使って持ってきたものとホテルのあの荷物とか、あとちょっと遊びに行って買ってきたものとか、なんかもらってきたプリントとかね、あのプリントっていうの、なんかパンフレットみたいなとか、もう全部ベッドの上に並べて、こういう風に全部一緒くたにして、そっから分類していって片付けていく。それがねものすごい楽しいんですよ。私はそれを片付け変態と呼んでおるんですけれども、それをあの日々毎日行っております。それがねこのテーブルだとこの作業台ができるっていうことで、こう私のこれもう趣味ですね、はっきり言ってね、あの楽しんでやっております。家事があの嫌じゃなくなる。これあの洗濯物もね、今これ畳んでますけども、あの外に出かけるものと一緒に洗濯物を置いたりするの、潔癖症のくせに大丈夫なのかっていう話ですけれども、その辺は大丈夫な潔癖症なんですね。あの自分に都合のいい潔癖症でございます。それも夫のこと言えないんですけど、これ動画をねカットしてるときはこの片付けしてるやつをこれ実況中継で何をしているか解説していこうと思ってやってたんですけど、全く解説しておりませんね完全なるフリートークでライブしてるような状態になってますけれども、あの見たらわかりますよね。あ、これだけ言っとくわ。これはあのユニクロのあのウォームイージースカート、もうあの消えてしまいましたけど、あの防寒対策で買いました。私の温活グッズが一つ増えましたね。はい、これ布をかけておりますけれども、これをやってあの先ほどの状態になるんです。毎日これをやっております。
終わり。疲れたんですけど。めっちゃ撮ってる。41分過ぎてんですけど。だいぶ片付きましたよ。やる気が満ち溢れる。やる気の出るテーブルと名付けます。リアルのやる気の出るテーブル、よろしくお願いします。イェイ、グッド。はい、アテレコが終わってしまいましたけれども、はい、私の片付けのゴールはこちらになります。毎日頑張っております。今、電子レンジで、白湯を作ろうと思ったら、朝入れたと思われる、とカフェオレ入ったままでーす。すげえな、私。認知症予備軍。頑張ってるよ。もう、夕方の4時。編集全然してない。しかし、画面いっぱいやな、顔が。顔が。はい、だいぶ片付きましたよ。やる気に満ち溢れてるって同じこと言ってる。なんやったっけ？さっき命名した名前忘れましたけど。やる気の出るデスク。これのおかげで頑張りました。一応これが今日の私の思うゴールです。すごいですね。汚らしい。YouTube をかけながら無心で片付けしてましたけれども、この辺ちょっと散らかってますけどね。乾かし中で。もうすぐ5時なんですよ。お腹すきまして、私。今からもうご飯食べようと思うんですけどね。結局、YouTube の編集はできておりません。で、ご飯これ食べとったらまた夫が帰ってきて、夫のご飯作ったり、夫の話し相手したりしてるうちに、お風呂の時間になって、お風呂に入って出てきて、夜中、また YouTube の編集してって、朝方寝るみたいなことになるんですよね。こうやって毎日過ぎていっております。ちゃちゃっと食べてやりたいと思います。いやーでも、この机、買ってよかったです。この机で、確定申告、税金の還付の医療費控除のレシートの整理とか、メルカリもできるし、普段の事務仕事なんかもはかどるし、編集もここでやって。いいのが、ベッドのところの足元にこうやってね、またがらせられるわけですよ。だからこれ入院中のベッドの机みたいになるわけですよ。しかもこんなに作業スペースの大きい机がベッドのところにあるっていうね、いろいろここに置いといて、食べるものから、編集するものから、本読むものから、書類から何から全部ここに並べてできるわけです。洗濯も畳めるし。まあ素晴らしい。机こんなにあってメルカリをやり終わった後、どうする気やっていう感じですけども、畳んで収納もできるし、アウトドアは絶対やらへんけど、アウトドアにも使えるし、何やったらメルカリでどなたかに譲ってもいいわけですし、家具がないんでね、こう見えて物がいっぱいありますけど、家具がありませんから、畳んでる服なんかはお店みたいにこうディスプレイしてね、あそこに並べてもいいわけなんで、家具代わりにしてね、使うこともできますし、この机大好きですから、私3つヘビー使いでいきたいと思います。火曜日です。今から婦人科に行きます。夫と息子から逃げて早めに出かけたいと思います。今夫とすれ違いました。今日は一日内勤だそうです。私は今日は一日外で過ごしたいと思います。今日はユニクロのセットアップを着ております。今日もユニクロ見て、慌てて出てきたら値札付きやから、どんだけ私が急いでいたかこれでわかると思います。見える？もう前のハゲがすごいわ。昨日もね、お風呂入って頭洗ったら髪の毛がもう恐ろしいほど抜けて、もう気がめいるわ、ほんま。はい、こういう時は爪切りを持ち歩いていると便利です。これはユニクロのヒートテックのマフラーです。YouTuber の MB さんがおすすめされてたマフラーです。夫が好きそうな色ですけども、息子に取られそうですけれども、夫と息子と兼用です。お昼ご飯なんか食べよう。何食べよう。全然編集できないんだよな。1時半、2時半ぐらいに釣ってきたいから1時間しかないやん。あとね、婦人科でオペをやめたっていう報告と、今後どうしていけばいいかっていうね、相談をするのに原稿書いて、それ見るわけじゃないけど、一点パッた時にそれ見れるし、一回まとめて書いとけば頭にね、ちょっと残って先生と話がしやすくなるから。それでも不安な時は手の甲にキーワードだけ書いたりする時もあります。うわすげえ怖い。久しぶりに化粧してスノーアプリでこの自然光、怖っ。鈴木その子バージョンです。それでは後ほど。はい、お昼ご飯の前にちょっと思い出して GU にやってきました。サブチャンネルの生配信の方でパジャマを紹介したんですけど、チェックのフランネルパジャマの方がめちゃくちゃ良かったんで、入院用に洗い替えとしてもう一個買いますって言ってたんですけど、それね、違う柄のやつにしてみたんですね。で、それを今日今受け取りに来ました。
店員さん、ご試着よろしいですかって言うけど、パジャマって試着する人いんやね。自由のパジャマってこんなラッピングしてて可愛いよね。このままプレゼントをしてもいいかも。またこの柄が良さそう。茶色と黒とグレーみたいな、まあ、ちょっとかなりメンズっぽい感じですけども、入院するまで息子に着せとってもいいんやけどね、普段使わへんやったら。そう、 YouTube のライブするときにパジャマ着てやろうかなって言ってたんだ。そういえばパジャマパーティーじゃないけどね、どっかの動画もしくは生配信で着てみたいと思います。さあお昼何食べよう。不覚にもローソンに来てしまいました。ローソンのご飯いや、彩り野菜とチャーシュー丼100円引きやったからお肉食べなあかんと思って、うわ電話や、息子もしもし、なんで5時ぐらいかな、昼ご飯どうしようかな、ないな、病院や、お母さん、うん、お父さんおるやろ家に、行かへんみたいで、ずっといるみたい。夜ご飯は今日、あ、そう、何にもないねんけど、まあちょっと後で考えるわ。うん、買い出し行かな、もう何にもないねんけどさ、手伝ってよ。はーい。すごいね私って、持ってるわ。いや食べんのかい、食べるよ、動画が長くなるからさ、編集が大変なんだよって。時間がねあんまりないから、クリニックがオープンする30分ぐらい前に行って駐車場をね確保しなきゃいけないんですよ。ものすごい駐車場入れにくくって、私あの下手くそやから他の車当ててしまうからね、もう一番乗りして、あの一番入れやすいところにね陣取って車の中でゆっくりするんですよ。めっちゃカロリーあるよこれ。上のこのタレみたいなやつを高層魚として食べようか、みたらし団子みたいなんですけど、いただきまーす。うん、美味しいよ、濃いけど。サヤインゲン、なんで私こんな体横にして食べてんだろう。スマホ置くとこがないんですよ、下からの煽りよと顔がブサイクすぎるから見苦しくて編集するのも辛いわ。パプリカ、何食べても味一緒。このね、タンパク取らなあかんからと思って、これおにぎりじゃなくてこういうの頼んでるけど、これが体に果たしていいのかっていうね。添加物いっぱいやから体にいいわけないんやけど、タンパク質とビタミン取らなあかんって言ってお肉ね、やってるけど、ようわからん。まあ、とりあえず、腹ごしらえして、行ってきたいと思います。ん?止まってへん。あのメモに先生に話すことをまとめたんですけど、複雑すぎてうまく話せる自信がないわ。中途半端に10分ぐらい時間が余ってね、どうしようと思ったんだけど、あの他のことしちゃうと、せっかく整理した頭の中がまたね、わけがわからんくなるから、あの他のことは考えないようにしなあかん。だから診察の順番が来るまで、私はひたすらこのメモをずーっとこう復唱して、もう病院かかるのも一苦労だわ。夕飯のことなんか考えられへんのですけど。あー、お腹痛い、腰痛い。動揺がすごいんですけど。大変です。オペして帰ってきたらよかった。ってことになってしまいました。取った方がいいって先生、オペして。え、嘘でしょ?頭真っ白です。日帰りで、他府県でやるようなとこは心配ですって。入院してちゃんとやった方がいいって。入院なし、麻酔なしではできませんよって。日帰りでできるのは経管ポリープですよって。あなたは子宮内膜ポリープですからって。日帰りでやってる施設があることも、最新の機器で簡単に処理できる病院があることもご存知ないようでした。医療格差?検索でわかる情報なんですけど、大学の上の方の先生は最新の機器があることはご存知だったんですけど、最新の機器じゃなくても麻酔のやり方などの違いで日帰りでできるような施設がたくさんあることはご存知なかったようでした。そんなことってあるでしょうか。大学病院ですよ。まあ各先生方と詳しく話してるわけじゃないので詳細はわかりませんので、この辺にしときますが、不安な世の中であることは間違いなさそうです。そんなに怖がることないって。そのリスクも説明されたこと言いましたけど、まあそれはあのみんなに説明することやし、このご時世ね、そういうのしっかり説明しとかへんかったらあかんしって言って、誰やそんな説明してたんはとか言って、もともとね大学病院のお偉いさんやった人なんで、
今徳島大学でやってる先生は多分部下やったんやと思うんですけど、今からやるって言ったら真冬になるんですけど、いやあのまま我慢したらよかった、あとちょっとやったのにな。あーでも後悔してもしょうがないよな。でもなタイミング的にはもうバッチリやったんよな。母もなんとか持ってたし、気候的にも良かったし、夫も息子も落ち着いてる時期やったし、これまた春まで待つって言っても、春まで待つまでに何かあったらどうすんねん。あーどうしよう、もうこれちょっと動揺して事故らんようにしな。とりあえず子宮突き破るかもしれませんとかって言われたけど、子宮突き破っても最悪どうにかなるんだった。麻酔のリスクとかはねもうしょうがない、もう帝王切開うんぬん、そういうのもみんなそうやし、そんな心配することでもないよって。悩むのが辛くて相談に来たのに、さらに悩みが増えました。どうしたらいいか分かりません。大学で手術することの不安は少し取り除いてくれたのかもしれませんけど、退院での日帰りの手術も諦めて様子を見ていっても良いのかもと思いかけていたのに、また心かき乱されることになってしまいました。気がめいてそのまま家に帰ってきて、まあ、とりあえず大学病院の予約を電話で取りまして、まあいろいろ考えてもしょうがないのかな。まあ人に話して考えるきっかけをもらったり、まあ YouTube でもね散々話して様子を見ていくっていう気持ちが固まったのに、信頼してる主治医からやった方がいいんじゃないかなと思うけどって、うん、まあ強く勧められたわけじゃないけど、まあ、そんな大変なことでもないしやればよかったのにみたいな感じやったのかな。あれ先生の言ってること全部記憶してないし把握できてないんだけど、やってもやらなくてもいいとは今日は言わなかった。大学病院では先生お二人に見ていただいてるんですけど、そのお二人はやってもやらなくてもと強調されていました。まあ、日帰りでやるよりもちゃんと大きな病院でやった方がいいっていう話やって、うん、まあご主人とまたゆっくり相談してみてくださいっていう話やったんやけど、もうすでにメンタルがやられてて、お腹の具合がお腹ぐわーってストレス関係なく常に調子は悪いような気もするし、一日の中でもかなり波があるしね。まあ腰も痛いのもこれ女性ホルモンのバランスが崩れてて来てるんかもしれんけど、余計な考えとか出てくるからもうって感じで、ご飯なんですよ、家族のご飯は待ってくれない。でも息子が出前でも取ってくれよとか言うから、そんなに甘えてばっかりいてもあかんから、まあとりあえずちょっとチラシ寿司でも取って味噌汁だけでも作ろうかなと思います。終わったことをくよくよしてもしょうがない、不安を抱えながら納得いかないままオペを受けるよりも、いろんな話を聞いてよっしゃ大丈夫と思って受けるのと全然違うと思うし、オペする先生がね新人の先生みたいな感じだったんで、それがすごく不安だったんですけど、今日も先生に聞いたら、それはなんか名目上そういう風になってるだけで、オペはそんな人はできませんって言ってて、ほんまかなと思いながら、説明を受けた先生には、その先生ベテランっぽい先生だったんですけど、先生がオペしてくださるんですかって言ったら、いや私も見ますけど主治医がちゃんといますからみたいな、その新人の先生のことをおっしゃってて、あやっぱりそうかと思って、あいやいやと思って辞める要因の一つにもなったと思うんですけど、まあそんな新人の先生に全部任せるっていうことはないと思うし、でまあオペの危険性に関してもみんなに言うことやし、まあ、帝王切開の人にこう麻酔とかするのに危険が伴うのと同じような感じで先生言ってたな。まあ、とにかくだからそんなに不安にならなくても大丈夫ですよっていう風にかなり先生今日言ってくださったので、やっぱり先生によって全然違うんだな、このなんていうのかな、患者さんにこう与える安心感とか、ものすごい不安を与えてきてるしな、この間の先生は悪気は全然ないんやろうけど、やるのかな。とにかくね、やめさせようとしてるようにしか思えへんかったなと感じは。まあいいや、ごちゃごちゃ言っててもこの時間がもったいないから、私が今することは家族に味噌汁を作ること、そして銀の皿にチラシ寿司を頼みたいと思います。波乱万丈です。なんか母も今日ケアマネから電話ありましたけれども、また具合が悪いみたいです。明日ちょっと施設の方にも電話してね、母のケアの方もやっときたいと思います。なかなかメルカリにはたどり着きません。今週こそメルカリと思って机も購入したんですけれども、メルカリはまだまだ遠いって感じですね。次のオペまでに私が直していきたいこと、訓練していく期間ができたっていう風に思うようにします。確実に不安は減ったと思う。
あのオペやるの嫌やなっていうあの感情はあるけど、いや子宮突き破ったらどうすんのって、子宮突き破ってもなんとかなるって今日の先生はおっしゃってた。で麻酔で頭痛がどうのとかそんなん嫌やわと思ったけど、みんなに説明してることやしって。でそのポリープ取ってもバキュームで吸い込んでしまって悪性か良性か確認できない場合もあるって言うたはりましたって言ったら、それはやる人が下手やのって言ったはった。最初に言い訳してはるんやんね、それって。やる人が不安で予防線張って検査できないかもって言うたはるんやし、そこは私の不安はなくなってないけど。そしてパジャマ、はい、今日も買ったし2つ用意できてる。でも食事もできないっていうのももう分かってる。もう病院に入院してから、え、そんなことになるのみたいなことはもうない。全部分かってる。分かった上で覚悟していくのと、あの向こうで、え、何、え、そんなん知らん、聞いてないよって思いながら、着慣れないパジャマでブルブル震えながらやるのとは全然違うと思う。真冬で今度の方がもっと寒いかもしれへんけど、いつオペするんか知らんけど、いやオペするんか、私するんやろ。まあでもあの準備もあのある程度前よりは進んでるし、不安もあのある程度減ってるし、コロナワクチンも打てたし、あのインフルも近々打とうと思ってるし、お友達と会うっていう約束もオペの後で大丈夫かなと思ってたけど、それも楽しんだ後にあのオペするっていうことにになりそうやし、これで良かったのかも。あの大学病院の先生もあの分かってくれるでしょう。いや分からんけど、感じ悪いかもしれんけど、っていうかやめていいですよってすっごい何回も押してきたのは向こうの先生やし、まあ感じ悪くされたからって言ってだからどやのんって感じよね。私の体のことやし、迷惑かけたのは確かやし、でも不可抗力やっていう言い分もあるし、複雑なとこやけど。そう。ほんで、美容院もね、そろそろ行くから、オペするまでにまた準備を全部整えて、早起きするようにして、毎日散歩して体も鍛えて、免疫力つけて、オペに備えたいと思います。コンプレックスをなくしていく、プラス、オペに備えていく体力づくり、ということで頑張っていきたいと思います。あ、ちなみに、体重がまた増えたから、ね、体重増えたのは良くないかもしれんけど、どっちでもいいわ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。Twitter、インスタもやってます。それではまた。サブチャンネル、リアルの喋りの方もご登録お待ちしています。ライブもやってるよ。